天気予報でさ、期待させるだけ、あの雪マークついてたの。8時くらいにね、期待させられて雨だけ入っ降って、みぞれ降ってた？本当に？それま？まですか？うん、もうね、手足やばい、寒い。今どうなの？天気予報見よう。天気、あ、ダメだ、 iPad で天気見れない。天気、カモン、天気見れない。名古屋天気ね、寒すぎ。みんなのとこは降ってる、雨とか雪。名古屋もう少ししたら雪予報？待って待って、何これ、金曜日ね、明日？ねえねえねえ、明日名古屋が Google によると晴れ時々雪らしい。雨降れ、大雪なう？見せて私に。名古屋の少し北はみぞれみたいなの降ってる。いいな、ちゃんとした雪になりますように。うーん、雪やった、明日降るんですけど。あ、もうなんかね、明け方がね2度とかだ、みんな明日の5時とか2度だ、1桁になっちゃった、やばすぎ。うん、嬉しいな。名古屋市の1時間天気、今日夜の初め頃、湿積とは、おお、もう今日の23時からみぞれの予感が感じ取ってる、このサイト楽しみね。湿積なあにそれ。明日の夜サッカー見に行く予定の僕、涙目。でもサッカーはさ、雪降ってても雨降っててもやるじゃん見には行けるね、よかったね、楽しんでってください。いってらっしゃい。やばーい、嬉しいんですけど。東京5度、鬼寒じゃん。寒いから明日仕事したくない？寒いと仕事したくなくなっちゃうの？関係なくない？頑張ってください、私のためにお仕事。私も頑張るから、みんなのために。私がみんなのために頑張ってるんだからあなたも私のためにお仕事頑張ろうね。私たちってそういう関係性でしょ、頑張ろう。名古屋今晩もう雪降った？そうなの？名古屋？私のいないとこで勝手に雪降らないでほしい。でそうよ、あのね、雨降ってる中雨降るなんて知らなかったから、ハガキ持ってってさ、お外にちゃんと投函してきた。 S かわいいのアンケートハガキ、昨日みんなでね
一生懸命書いたハガキよ。てか名古屋は今も2度。え、寒っ。今日は、あー2度だ今2度の中生活してるや。でもなんか別にお家の中はね、暖房つけなくても別にって感じだ。なんかそんな寒くない。何なんだろう、私のお家最高。うんうん、ねえ、暖冬とか言ってたのに普通に寒い。てか暖冬っていう言葉合ってるのかな。昨今よく見かけるその熟語、果たして暖冬って読み方で合ってる？暖冬？暖冬？暖冬だ。え、そうだよね。なんかあったかいよ今年はって2月から本気を出すんだよ冬ってって、どっかで聞いたのに。なんなの、許せんね。寒さのあまりサムゲタンにならないでね。あーあ、寒いのと姫たんのタンでかけてサムゲタン。うーん、雪降ってるところいいな。10月に10日に手伝いに行った日は名古屋は20度くらいだったような。え、そうだよね、そんなあったかかった気がしたんだけど、ちょっと寒すぎて私のプルプルリップがカサカサリップになってるので、ぬるうん、少なくとも東京ではまだ紅葉が残ってたり、季節があんまり進んでないイメージ。そうだ、紅葉まだあるんだ。紅葉ね、見に行ったけど、鈴木ココナと、この間紙フレライブに行ったら場内ムチ熱くてシューマイになった気分だったね。チームライブもみんな熱そうだったし、あのメンバーもみんな熱かった。なんかね、飲み物とかもね、寒いだろうからって多分あんまキンキンじゃないのを用意していただいてたので、もうあちあちすぎてキンキンに冷えた水をくださいってなった。うん、ね、ダイヤモンドホールめっちゃ熱気もわってしてた。紅葉を見に行こうよ、あー紅葉を見に行きましょうよっていうのを、語尾を紅葉って入れ替えてるんだ。あはははは、だからさ、このみかんもさ、めっちゃキンキンに冷えてるんだよね。冷えピタの容量、なんか体全然あったかいわ私。なんだろう、なんか手とさ足が冷たいんですけど、めっちゃ首だけ熱い。うん、みかんもキンキンに冷えてら、レッドみかん、レッドみかんなう本当に。あ、そう、なんか最近さ、ねえ最近さ、めっちゃ風強くない？風、あれ
困るよ。自転車は風に弱いので。そう、窓からね、なんか寝る時も嫌な音がするの、うーみたいな。もう今も、みんな聞こえてるのかな、みんなに風の音、みたいな。韓国はマイナス15度だから冷凍の餃子をスーパーの外で売ってますよ。冷凍の餃子をスーパーの外で売ってる、すごいね。もうなんか天然の冷蔵庫じゃん。マイナス15度、そんなところに行ったことないよ。怖い。そうなんだ。ね、昨日の夜めちゃめちゃ風やばいよね。風やばかった、本当に。冬は風強くなるもんです。あ、そうなん、そうなんだ。あ、風の音聞こえる、本当。そうなん、すごいでしょ。超怖いの、寝る時とか。まあそんなこんなでビタミン C 取りましょうよと。気温マイナスの世界とかすごい行ったことないから怖い。いまだかつてあった、マイナス、マイナス2桁、マイナス2桁、なんかマイナス1度とかならあるけどさ。お化けダメなタイプ？べべべべ、別にダメな、じゃあないんだからね。これ空調の音じゃなくって外の風の音なの？わかんない、空調って何？空調なんてないから多分全て風の音。換気扇はつけてるけど別にめちゃめちゃ音入ってないよ。いや、どうなんだろう、入らない場所だと思うけど、換気扇の音。みなとみらいのアイスワールドはマイナス30度ぐらいじゃなかったっけ。あ、なんだっけ、なんだっけ、あそこワールドポーターズじゃなくってリトルワールドじゃなくって、あのみなとみらいの遊園地、あれなんだっけ。ここ行きたいな。マイナス30度、なんでそんなことをするの。人工的に。うん、コスモワールドだ、コスモワールド。ね、そういうのあるよね。なんか北極の世界を作ってみましたっていうアトラクションがあって、アトラクションなのかわからないんだけど。みんな50日連続配信中、めでたいめでたいめでたい。ひめたんはスキーやスノボはしないの？したい、したいけどやる機会がないね。中坂やるのかな、なんか行ってみよう。あちあち、めでたいめでたい。何日連続目指してる？あーでもそんな特に目標とかはなくって、
一応この毎日配信はね、あのショールームイベントのお礼の一環だから、そう今年いっぱいを予定してるんですけど、うん、50日すごいね。でも私スキーやったことあるよ、スキーそうなんです、皆さんへのお礼を50日も続けております。イエイイエイ。みゆちゃんはスキースノボできません。そうなん？やればできそうだけどね、あの人も別に。うん、今年いっぱいで終了。そうだね、まあなんかそんな多分別に配信はするので、そんな悲しまないでって、みんな私のことが好きだからってさ、ねえうえみかんってなんでこんな美味しいの？みかん大好き私。でもさ、えねえねえ、リンゴってさ、旬いつ？リンゴの旬。なんかリンゴも食べたくなってきちゃってさ、なんか冬のイメージあったんだけど、調べよう。うん。今なんだ。今だ。リンゴね、リンゴのさ一つの定価って今いくらなの？なんかリンゴってさ1個100円とかで手に入れられた記憶があるんだけど、リンゴね、あの10月から2月だった。10月から2月、寒い時だった。うん。果物で何が一番好き？ダメ。うん、そうだね、まあ秋から冬かな。今日も名もなきみかんですか？そう、今日も産地も名前も不明な名もなきみかん。これ美味しい、名前がないのに。私なんだろうな、好きな食べ物。もうお皿洗いを見る機会が激減するのが悲しくて悲しくて、おーおー悲しんどき別にね、毎日配信今やってる時も別にお皿洗い全然激減してるし、うん、悲しんどき、涙を、そして涙を枯らすとき、次に涙が出ないように涙を枯らしとき泣け。今は安くて158円かな、だってリンゴ一つ安くって。そうなんだ、うーん悲しい、なんか100円で買えたのに。リンゴ食べたい、医者の顔を青くさせたいよ、リンゴ食べて。この中に医療従事者の方がいたら、
大変申し訳ございません。あなたたちの顔を青くして差し上げます。待って、本当に私好きな果物全般好きなの。果物は全部嫌いな果物なんてないの。なんか結構いるじゃん、なんかスイカとか食べれないみたいな、メロン食べれないとか言う子いるじゃん。私全部好きなの、果物。桃好きだよ桃。でも桃ね、過食部分がね少なくって、もっと食べたい気持ちになるから最近、いやもっといっぱい食べたい桃あんなさ、なんか種とか取るの超大変なのに食べる部分少ないからさ、なんかちょっと冷めんだよね。その分聞いてよみんな、みかんはもう人間に食べられるような形状してるじゃん。こんなの簡単すぎる。なんなの、みかん好きかも。みかん人間に食べれる、食べられるためにできてるでしょこの子たち。バナナとかもじゃない。梨も好き、梨も好き、ぶどうも好き、りんごも好き。今日長野県のりんごを食べました。なんかみんなさ産地を気にするよね。全然さ、多分この名もなきみかんも多分ね、なんちゃらみかんって売られてたんだと思うけど、あんま気にしないで買っちゃったんだけど、みんなちゃんと見るよね。見るし、私が食べてるこのみかんの産地とか気になるよね。そういうものなの普通の人って。産地気になるもん？全然気になんないんだよね。みかんをあんで食べさせてください。いやごめん、夜だからできない、ごめん今はできない、ごめんね明日とかだったらできるかもしんないけど、また聞いて。ありがとうね、教えてくれて りんごの蜜入りは美味しい。なんかさ、いつかの記事で、どっかの記事で見たことあるんだけど、逆に蜜入りりんごはなんか甘くないみたいな、普通の蜜なしりんごの方が甘いんだよっていう記事をどっかで見かけた記憶があるんだけど、それの真偽どうなんだろう蜜入りね、なんか見た目的に美味しそうだし、美味しいよね。ね、値上がりしちゃってる、肥料とかなんかもろもろ栽培するためのね、ものたちも値上がりしちゃって。どうしてそんなことするの、やめて値上げとか。あ、産地で甘さとか違う。ガマゴオリみかんが美味しいってひめたんの配信で知りました。ガマゴオリみかん美味しい、美味しいよ。それはね、なんか愛知県のみかんだったから覚えてた。この産地を気にしないこの私でもね、愛知県ブランドちょっと見ちゃうよね。産地によってはブランドになりますから。なるほどね、ブランド。じゃあ私がさ、ちょっといいところのブランドのみかんとか食べてたら、ひめたん売れてんなみたいな、遠いとこに行っちゃったんだなみたいな、そんな分析とかするんでしょでもなんか果物買うとき大体なんか安いやつ選んじゃうよね。
ね、みかんで判断されんのやだわ産地も見られて。でも果物ってさ大体高いよね。高くない？ね、何なんだろう。今日おじさんから大量のリンゴが届いた。いいね。何リンゴ？じゃあどこのリンゴ、どこのリンゴ教えて、分析しようみんなでどこの産地。今は糖度とか書いてあるからそれ参考にして買えますね。なんかスイカとかさ糖度12度とかなんか買ってあるよね、ラベルとかに糖度。そうなんよ、私もスイカとかだったら見ちゃう。内緒？ブランド。ひめたんはスイカに塩かける？なんかね、それ系ね結構邪道だと思っちゃって、意味がわからないもん塩かけて甘くなる意味がわからない。私は信じてないのでかけないです。みんなかける派？ねえ、スイカに塩かけるの？みんな教えなさい。嘘だよ たまに自分へのご褒美として、うわーこれ知ってるのに千鳥屋みたいなで果物買うな。1本400円のバナナとかも全然味が違う。あー、自分へのご褒美でね、その1本400円のバナナとか食べたらすごい、なんて言うんだろう、自己肯定感増しそうこんないい果物も食べれるんだって、食べてもいいんだって、すっごいなんか高まりそう気持ちが。あ、千引き屋らしい。千引き屋、これで、これさ、このフルーツ大福いつの日かみんなにプレゼントしてもらったな。ショールームで千引き屋のフルーツ大福美味しかった。スイカに塩かける派とかけない派、あー、かける派が多そう。みんなそれま？ま？そうですか。うん、千引き屋を千鳥屋はめっちゃ草。あ、そうですか。あなたはそうやって人の間違いを笑う人なんですね。あー、そうですかあー、そう。じゃあちょっとあのスイカに塩かけるかけないアンケート取りましょう。1がかける、2がかけない、スタート。どうでしょうか。1がかける、2がかけない。私はかけないです。いや、そうよ、果物なので素材の味勝負なので、そんな加工しなくていいの。うん、まあそうだよね。昔のスイカとか果物とかってね、グレープフルーツもそうだけど甘くなかったから、スイカに塩をかけて、グレープフルーツにはお砂糖をかけて、あのギザのスプーンで食べてたんでしょ。それはね、三丁目の夕日っていう漫画で仕入れた情報
じゃあ、いちごに練乳もそういうあれなんだ、知識なんだ。じゃあ投票終了します。3、2、1、ピ。あかけない派圧倒でした。やっぱ少数派声が大きいな。なんだっけこのサイレントマジョリティの対比なあ、マイノリティ、ノイジーマイノリティだっけね。え声が大きいですね。使用かける派かけない人めっちゃ圧倒的でした。そうかそうかね、グレープフルーツにお砂糖かけてたんね。うん、三丁目の夕日っていうね、あれは昭和？昭和なんだっけね。実家にいっぱい漫画があるんですけど、三丁目の夕日のあれ好きでさ、よく読んでたよ。ね、なんか品種改良とかいっぱいされてね、美味しい、そのままで美味しくいただけるスイカが増えて、スイカに使用してる人の年代がバレる。いまだにかけてる、みんな。いまだにっていうか、うん、子供の頃はイチゴに砂糖かけてた。そうなんだ。そこまでして食べるの？イチゴ砂糖かけないと食べれなかったんだ。でもイチゴさ、たまにめっちゃ酸っぱいやついるよね。あれ許せない。だからイチゴはさ、なんかちょっと皮部分がさ、なんかピンクみ帯びててじわじわって売れすぎてるやつが好き。イチゴはたまに酸っぱいやつがいるのよ、許せん、いまだに。スイカはどこまで食べる？あの美味しいところだよ、あの先っぽだけ「えい！」って食べて親にあげてます。嘘です、これ本気にしそうな人いるから。ちゃんと普通に白いとこまで食べるでしょ。ある程度の年齢だけど昔からスイカに塩はかけてない。ある程度の年齢、そうなんですか。人生の先輩でした。いちごは練乳より砂糖かけます。なんか砂糖かける派がいるね。いちごに練乳じゃないんだ。それはなんでだろう。砂糖、なんなら砂糖食べてた？今やっちゃダメよ、今。ね？小さくて小粒なイチゴはジャムとかにするのがいいかな。ね？っていうか、小粒なちっちゃいイチゴたちはジャム用って売られたりしてるよね。なんか大きいパックに入ってさ。ちっこいやつ。昔砂糖つけてた。そうな、そうな。酸っぱいイチゴはケーキやスイーツに使うんじゃない？甘いものに甘いは美味しくないから。あー、なるほど。え、待って、本格的に雪積もりました、雪かき手伝ってっていうすっごいワクワクするコメント見っけた。え、雪かきしたーい。
してみたい、雪かき。なんか今困ってる人たちいない？やってあげようか、私が雪かき。やってみたいから。何センチ積もってるの？いいね。あ、でも私もね、いちごを、あ、でもこれも三丁目の夕日で仕入れた情報かも。いちごをフォークで潰して、ぐしゃぐしゃに潰して、で、お砂糖と牛乳入れて、いちごミルクみたいなのを、なんか小学生ぐらいにいっぱいやってた。多分その漫画で見て美味しそうって思って真似したんだと思う。そんな食べ方する人いる？いちご潰してお砂糖に牛乳、これ美味しい。実家にいた時よくやってました。あ、練乳が手に入らない時の話。あ、なるほど、やったことある。でしょでしょ、これ三丁目の夕日で見た。これ子供の頃やってた。え、そう、これ見たことある漫画で。みんな、え、当時やってたってこと？本当？やばい、仲間だね、嬉しい。あれ美味しいよね、やりたいな。そう、美味しいの、やったことない？ぜひ、美味しいから。うん、いちごを潰す専用のスプーン、それは知らないや。あ、なんかそこスプーンのさ、こうなってるやん、こうやってこうやってすくうじゃん、この底がさ、あの平らになってるやつかな、平らになっててちょっとブツブツがついてる、あれかな、潰す用のスプーン。いちごのつぶつぶ柄のあるスプーン、あ、合ってるかな、そこ平らのやつかな。ああ、もうなんか全部さ、全部三丁目の夕日で知ってるんだけど、え、三丁目の夕日見たいんですけど、なんかさ、三丁目の夕日オールウェイズとか映画あるじゃん。それみんなで見ない？ねえねえ、あのそういう昭和の知識系じゃないのかな、三丁目の夕日調べよう。うん、いや面白いのよ漫画、みんなに読んでほしい。あれ小学生の時からずっと私のバイブルだったもん。三丁目の夕日、オールウェイズ三丁目の夕日。私の入ってるサブスクでは見れなさそう。あ、U-NEXT？ うん、でもそういう系の作品ではなさそうだな。あ、映画面白い。あ、そうなの？映画見たいな。見てみたい？うん、見たいな普通に。昭和33年の下町を舞台に、そこに暮らす人々の日々の、群青ドラマ。面白いんだよね三丁目の夕日。食事シーン、もう食事シーンがすごい好きね。Hulu で見れる？ Hulu 入ってないんや。
これちょっとみんなに見てほしい。面白いから。なんかいいエピソードないかな。なんかね、狐に化かされちゃった子供の話とか超おもろいんよ。それ覚えてる。あとお正月の過ごし方とか、みんなも読んでください。あのコンビニとかに売ってるあれめっちゃ買ってた。あ、もうこれまさにこれこれこれ買ってた私これ読んで、みんな面白いから超好きなの。ね、コンビニとかにまだ売ってるのかな。うん、西岸良平さん、夕焼けの死ね。うん、めっちゃ読んでたよ。そう、ちゃぶ台でご飯食べてる。こち亀の回想も同じ時代。そうなんだ。こち亀もこち亀も見てた、小学校の時。三丁目の夕日見て、ボーボボ見てあー楽しかったな。もうなんか新しく作品見ることなくなっちゃったな。うん。でさ、ご飯にさ、あのほこりとかかぶらないようなあれをシュッてかぶせんの、ご飯に。渋い小学生時代を過ごしました。みん、なにこれ、なにこれ、どうしたんありがとうございます。みんなスクショ撮った？イエイエイエイ。あ、あれほこりよけじゃなくって虫よけなんだ。かや、一定の世代の人と話し合いそう。あ、そうだよ、私マネージャーさんとめっちゃ話し合うんだよね。てか新見さんと新見さんとめっちゃ話し合う。そうなんです。リアルに子供の時はちゃぶ台でご飯食べてた。なんかちゃぶ台、ちゃぶ台って何なの。ちゃぶ台すっごいロマンがある。ちゃぶ台ね。床生活新見さんいくつなんだろうね、わかんないよ。何の話をしてたんだろう。あとね、これみんなにこれもなんか1981年、これは何、昭和何年、そんなんでもない。こういうね、これ好きだから買ってきちゃった。ちょっと食べちゃったね。えこれさ、みんな食べたことない。なんか異様にでかいやつがいる。やばい。ねえ、昭和56年。あ、そうなんだ。なんかみんな、なんか何これ並べると
全然大きさが違うやつがいたんだけど、怖っ。ね、大ボスが入ってた。何？あ、一つしか入ってない。なんだべこれ。大玉？え、星のピノみたいな。ピノの、じゃあめっちゃレアなやつ。うわー、食べないでおこう。めっちゃでかいこれ、大玉。もう私小梅とさ、あとみんな知ってるかな、え、昔から1個ぐらい入ってるんだ大玉ってやつ。知らなかった。え、なんか透明な飴の中に梅のムニュムニュが入ってるやつも好きなんだよね。知ってる？何？コウメちゃんの CM の画像じゃん。なんか一定数上がってる人がいるんですけど、ごめん話についていけない。三丁目の夕日でしか知識揃えてないからごめん。ねえ、ムニュムニュのやつ美味しいよね。あれ名前なんだっけね。その梅飴は舌が切れる。そう、ムニュムニュはねベロが切れるの。この透明のさ飴が鋭いから。あれなんだろうね、調べたら出るかな。梅干しの飴、一発で出てきた。すごい、生梅飴だって。え、これこれ超好きなの。中にムニムニが入ってんの。あ、ペーストだって、ペースト。これ絶対見たことあるでしょみんな。これもね買いたかったんだけど、こっちのねムニュムニュ飴はねお家にあると食べきっちゃうから、もう1日で食べきっちゃうから危ないからもう買わなかったです。あの舌も切れるし1日で食べきっちゃうし、いろんな意味で危険なんだ。ピノ、星とハート同時に入ってた時人生終わるかと思ったどうですかその後、人生終わった？大丈夫ですか？ねえ、梅干し、え、知らない人がいる？以後見知りおきを、これこれ一番好き、世界で一番好きな食べ物。あとさ、これこれも結構好き、べっこう飴の中に梅干しが入ってるやつ、べっこう飴。これも好き、酸っぱいまんも好き。男梅も好きだよ。梅干し好きの皆さんはぜひ。小梅美味しい。初めて見た、本当。小梅。1981年、コウメちゃんが初めてパッケージに登場。1974年に発売したコウメ、発売当時はのコウメちゃんは CM だけに登場する15歳の可愛い女の子でした。年上の誠さんに甘酸っぱい恋をするコウメちゃんが親しまれ、1981年、ついにパッケージに登場。現在もコウメちゃんは皆様に愛されています。これからもコウメちゃんをよろしくお願いいたします。よろしくお願いされちゃった。へー、
んか髪型違うじゃんね、小梅ちゃん。これが昔の CM のやつなの？15歳押せる？おまわりさん、この人でーす。あれ？ね、小梅ちゃんちゃんと髪の毛伸びてる。だってさ、このお団子してたのがさ、あれでしょ？が、昔は髪の毛が短かった。すごい、こんな長く続いてるなんて素晴らしいね。永遠の15歳、小梅ちゃん、皆さん応援しましょう。ね、コウメていうかコウメこんな味だったっけって思ったんだけど、私は多分生梅飴を思い浮かべてるんだろうな。本当に美味しいの、生梅飴も。なんかいつかさ、ショールームでみんなで梅干しつける配信したいね。梅干しって春かな。小夏ってのもあったね。知らない。小夏？小梅。小夏。本当だ。てかこの子たちのホームページあるんだけど。小夏ちゃん。知ってる？あ、待って待って、違うわ。何？あのね、小梅ちゃんめっちゃいとこいた。小梅ちゃんいとこ、春夏秋冬いた。小梅、小雪がいる。小雪もこの人、小雪、小雪、さっき見せた小夏、小春、小春ちゃん、小秋は？小秋ちゃん小秋ちゃんはいません、皆さん。へえ、かわいい。この子たちのなんかあったんかな。私ね、小梅はね、これが一番好きなの、グミ。このカチカチのグミ、これもおすすめ。で、秋いなかった。うんね、ショールームでいつか梅干しつけましょうあ、すごい、小梅ストーリーとかある。すごい、小梅トリビア。おいおいおい、ホームページに誠さんいたよ。誠さん小梅ちゃんの初恋の人、サソリ座 A 型の17歳、ロマンチストで真面目。2つ上の人が好きなんだ、小梅ちゃん。誠さんすごいいいとこの人らしい。だって経済17歳で、
経済をさらに学ぶため英国イギリスへの留学を夢見てる。だってさ、外国行こうとしてるわ。すごいね、立派だ。コウメちゃん海外ついてけんのそれ。ちょ待って、すごい、初恋ストーリーとかあるんですけど、コウメちゃんと誠さんのお話が。あ、すっごいすごい小説だ。小説だ。みんな気になったら読んでみてください。え、ね、この年代で留学すごくない？だってコウメちゃんこのね、大正時代とかなんじゃないの？結構昔めの。すごいね、設定めちゃめちゃバキバキに練られてた。すごいね。へー、こういうさホームページいっぱい見るところがあるとさ嬉しくない？私こういう会社のホームページとか読むの好きなんだよね。あ、みんな、小梅占いありました。こういうのあるから楽しいのよね。じゃあちょっとやってみるわ。小梅占い占ってくれるらしい。今日の恋愛運や勉強運、相性がいい生まれ年月かを占います。よし、占います。皆さんもぜひ。こっち、お、あ、なるほど。私はむつきに生まれました。1月。お、出た、むつき生まれの運勢。恋愛運はどちらが悪いという話ではなく、今後どうなる、どうしたら良くなるかを話しましょう。ほう、どちらが悪いという話ではなく、今後どうしたら良くなるか話しましょう。なるほどね。まあ建設的にみたいな感じなんかな。で、全体運は、全体運大事よみんな。企画を思い浮かべるだけにならないようにしましょう。あ、なるほど、企画を思い浮かべるだけにならないようにしましょう。何事もやるかやらないかそれだけです。単純に考えていきましょう。あ、なるほどね。あ、じゃあさっき私が言ったさ、ショールームで梅干しつけよっかって思い浮かべるだけじゃダメよみんな。ねえ、ダメよ。で、勉強仕事運、お、頭の回転が早く好調です。予想以上に物事をこなしていけます。めっちゃいいじゃん、仕事運やった、好調らしい。予想以上に物事こなしていける、頑張ろうみんな。で、ここみんな大事だよね。相性がいい生まれ月、相性がいい生まれ月気になるでしょ。私の相性のいい人は文月と師走の方です。7月生まれの方と12月生まれの方だってさ、私との相性は 63% らしい。めっちゃ微妙、めっちゃ微妙やん。周囲の人から見るとあの二人が会うとは意外と言われそう。考え方は趣味がまるで違っています。共通点はなくても楽しい関係が築ける二人だってさ。当たってますか？あ、チーンっていう方もラム。
うん、お、7月生まれいるね。12月生まれいるかな。でもさ、こんなんさ、これ毎日変えてるのかな、毎日更新してるのかな。それだったらすごいけどね。まあこんなね、コウメちゃんの占いに踊らされず、まあ、日々頑張っていきましょう。ね、惨敗。まあまあそんなこと言うなって。私たちは占いをも覆す、そんな関係でしょ。占い面白い、なんかいいね。全然信じてないんですけど私は。なんか統計学じゃん。しかもこの小梅ちゃん絶対適当に占ってるでしょ。ねえ、ランダムで形成されてるんでしょ小梅ちゃん。そんなん私に通じないんだからね。ねえ。なんかいいじゃん、相性占いとか調べてみる。占いみんなとできる。あ、でも難しそう。うん、こういうのってこうやってやればいいんだろうね。あ、椎茸占いとか有名じゃない。あ、 AI に生成させる。いいね、椎茸占い見よう。もう椎茸占いとか今調べてるんですけど、今週の運勢はとか、もう今週だわ、一日ですらない。ああそう、あ、星座で調べるんだ。星座だってさ範囲広すぎるでしょうが、私はヤギ座です。今週の運勢は、椎茸がズバリ今週のあなたを分析。読み上げてあげるね、やっと終わった、私成し遂げました万歳のオレンジが出ていました。やっと終わった私成し遂げました万歳のオレンジが出ていました。おめでとうございます。今週のヤギ座にはやっと苦行終わりの層みたいなものが出ていました。本当ここまでの筆跡に尽くしがたいハードな、筆舌に尽くしがたいハードな毎日、お疲れ様でした。今週は幸せうちうちパーティーをぜひ開いてってください。うちうちっていうのはあんまり多くの人を招くのではなくて、自分一人で夜通しでゲームをやるとか、そうやって少し一人で羽目を外すみたいなことをしてみて、前からやってみたかったこともぜひやっていってくださいね。今週のあなたにおすすめなのがデパートなどに行ってみること。というのは、この時期は新年に向けての盛大な盛り上がりが売り場やイベント会場に満ちています。そういうおめでたい空気をたくさん吸ってくること、そしてめでたいなぁとつぶやいてみること、そういう陽の気を回復させていくことが今週のあなたにとっての大事なお仕事になります。え、待って、やっと終わった私成し遂げました万歳のオレンジって、これエスカワイってこと。しいたけ占い、これさ、え、これどっかにカメラあるでしょうね。しいたけが、しいたけがいるでしょこの中に。私の部屋の中に絶対しいたけおるやん。何これ、怖い。怖いんですけど。え、今週そうだよ、今週12月11日から12月17日、まあ今日まで。いやそうよ、ど真ん中にエスカワイン発売よね、発表されたよ。え、何これ、え、監視されてるんですけど。やばい、椎茸を根絶やしにさせなきゃ、怖い、危ない、私の生活バレるね。え、しかもこのオレンジ色、これだろうがねえ、
オレンジが出てるらしい。みかんじゃん。しいたけやってんな。しいたけやってんな。これダメだ。これダメだ。みんなも見てみて。じゃあぜひ。え、怖いんですけど。え、グルなんですけど。え、グルだよ。最近キノコ買いましたか？いや、買ってない。買ってないから。でも今日スーパー行ったの、絶対ついてきやがった。本当に許せん。もうキノコ食べれないのに私。やってんね。え、怖ー。どっかに内通者いるでしょ。椎茸の編集者いるでしょ。こん中に。やめて。そうなんだ。あ、もうやめとこ。見るの怖いから。椎茸占い最低。私の生活覗くなんて。しかも一個人に絞ってるじゃん、この今週の運勢。くないって。椎茸占いってさ、すっごい有名な占いなんでしょ。メンバーとかもさ、なんか話してるよ、椎茸占いがどうのこうの。これ私に寄せに行ってるでしょ今週。いいって。で、椎茸がアドバイス、今週どう乗り切るって書いてくれてるから、もう読んであげよう。うん。今週のあなたは解放に向かって爆走しています。そういう時期であるからこそ、私やっと解放されましたと絶叫する前に、今の自分にとって何が一番大切か、そして何を一番したいかの静かなる作戦会議は開いてみてくださいね。これは何回も言っていますが、ヤギ座は自分が忙しい箇所を乗り越え解放されたと宣言した瞬間に、幾千もの困りごとがやってきやすいのです。待ってましたと押し寄せてきちゃう性質の星座なのです。人がいいんですよね、まあ、人がいいんですよね。だから隙を作る前に、ちゃんと自分の時間を自分のために使ってあげる。今週は本当に自分のわがままのために、自分を最優先して時間を使うがあっても大丈夫な時なので、いろいろな意味で自分を大切に、恋愛面や人間関係においても変にこの人を喜ばせてあげようとか思うんじゃなくって、適切な距離でまずは自分優先で大丈夫。え？いや、そうだよ。あのさ、ファンのみんなを喜ばせようと思って頑張ってるんですけど、まず今週、もう今週終わっちゃったけどさ、まず自分がやりたいことをやるべきなの。そうなの。今週そうだな、まあ、体調崩したし、自分のための時間できてたかも。ねえ、しいたけやってんな。おい、どうせショールームを見てるんでしょ。ねえ、知ってんだからさ、もうやめなよ。ねえ、そんなさ、一人の女に寄ってたかって情報を調べてさ、一個人に今週の運勢使っちゃっていいの？いいって。もう私はファンのみんなと一緒に頑張るって決めたの。ねえ。ねえ。めっちゃ的確なんですけど。ガチすぎて。恐ろしいんですけど、待って。いや、椎茸なんていっぱいいるでしょ、寄ってたかって見られてるよ。ね、ラッキーカラーオレンジとターコイズだって。ターコイズ好きだよ私。ターコイズのお洋服持ってるね。オレンジは SKE カラーじゃん。何これ。あとみかんの色じゃん。まあ、この中にもね、たくさんヤギ座の人いると思いますし、他のヤギ座の人は違う文章だったらどうしよう。私が今見ているリンクだけ私専用の運勢だったらどうしよう。怖っ。
やめよう、聞かないでおく。ヤギ座のみんな別にコメントしなくて大丈夫。もう真相を知りたくない私。はあ、やば。ちょっと。ちょっと舐めてさ、まあ有名だし、見てあげますかと。見た。しいたけ占い。バキバキに当ててくるんですけど、怖っ。ちょっとさ、まあ来週、明日以降、またしいたけ占い見てみよう。みんな。みんなで見よう。じゃあ、また。どうなってるか。うん。今日はさ、もう今週の1週間の終わりだからさ、こんな、めっちゃ合ってるんですけどってゾッとしたけど、まあ明日以降ね、今週が始まるってわけだからさ、明日12時更新？あ、お昼なのかな？なるほどね。こうやってハマっていくの？もうやだ、私占い全然信じてないんですけど。ねえ、あとちょっとで今週終わるんだけど。はあ、怖っ。しいたけ占い配信しましょう。怖い。そう、週間、1週間占いだってさ。なるほどな。じゃあちょっと今日ね、なんかいろんな作業とかは今日ちょっとお休みしよう。あのショールームイベントのさ、みんなタワー最終日のタワー投げてくださったギフトのお礼カードとか、そういろいろ進めてたんですけど、じゃあ今日休むわみんな。今日だけ休むね。あの明日からまた頑張る。みんなのお礼着々と進めています。安心してください。すごい遅くなっちゃったんですけどね。あ、そうだよ、他のメンバーはね、めっちゃしいたけ占いとかめっちゃ話してる。あとテレビのさ、占いとか、今日何位だったとか話してるみんな。あ、そう、目覚ましテレビのやつとか占いにはまりそう？いや別にはまらないよ、占い。たまたまでしょ、こんな。明日また見てやるよ、しいたけ。うん、いや、そうだよ、メンバーめっちゃみんな占い好き。というか、なんかね、お店のね、占いにも行ってる子たちがいるの。それこそ本当に信憑性ないと思っちゃうんだけどね。まあ占い師の方もすごい勉強されてなった職業だもんね。あ、でもパワースポットとかは好きだよ。神社とかは結構好きなんだけど、占いとかはそんな。ああ。面白かった。他の人とか、ね、中坂、なんか今日の配信めっちゃ中坂の声なんかね出しちゃって恥ずかしいんだけど、中坂って何座ですか、あの人は。中坂ファン見てるんでしょ。知ってるんでしょ、中坂の星座教えて。そう、今日なんか中坂の名前いっぱいあげちゃって恥ずかしい、今日の配信。ルーちゃんが占いにハマってるっていうのは聞いたことある。え、そうなの？おるーさん公園のさ、お着替えしてる時とかに、今日ルカ1位だったのみたいな話してた。中坂双子さん、ありがとう。見よう。双子座。しいたけがズバリ今週の中坂を分析。やばい。怖い。
双子座の今週の占いね。制服を着ていることをイメージするのネイビーが出ていました。今週の双子座は地道さがすごく評価されそうなのです。というのは今の双子座は頼まれたことをきちんとやってくれるとか、割と忙しそうなのに正確にやってくれるなど、要望や正確性に関する周りからの評価がすごいのです。変に自分のオリジナリティを入れようとはしないで、相手の要望を正確に把握してそれを実行するなど、今週はそのような正確性や堅実さの発揮をしていくのがすごく良さそうです。あと今週は年末から来年までの予定を含めていろいろと具体的に手配することが入ってきたりもしますので、スケジュールを見てこの日は空いているなどのチェックをしてやりたいことを埋めてってみたりしてください。怖い。これなんですけど、なんか制服を着ていることをイメージするからめっちゃ怖くない？あの人高校生じゃん。まさにそうなんですけど、怖、もう見るのやめとこ、消した。めっちゃ中坂なんですけど、でヤギ座めっちゃ私なんですけど、怖怖いよ。はい、ということで椎茸に恐怖したっていうことで今日の配信はお開きですね、僕も椎茸してみよう。ぜひぜひ皆さんも椎茸占いご覧になってください。明日また椎茸を試してやろうと思う。そう、ショールームアワードとかさ、そうじゃない？ショールームアワード、地道さを評価されてるじゃん。怖い。おやすみみんな。バイバイ。怖いねまたお会いしましょう。バイバイおやすみ。震えちゃったな、椎茸占いに。バイバイ